トークの女子です。さあ、今回は、徳島ヴォルティスの動画を作っていくわけなんですけれども、まあ、開幕節はね、まあ、俺が愛する津軽金沢との、試合だったので、アナライブという形で、まあ、ライブ配信で分析だったんで、今シーズンの動画はね、ちゃんとこう編集して作る動画は、初めてと、ということになってて、で今シーズンはおそらく、まあ、アナライブかなり増えるんですけど、まあ、ちょっとそこはね、ご了承ください。ただ今回はちょっと動画を作っていきたいと思います。で、今回は、結構地理的にもかなり近い、しかも強力な補強をしたファジアーノ岡山との、一戦になりまして、引き分けに終わりました1対1のドローということで、で、まあ、まず前節のコメント1個紹介しましょうかね。これ面白かったんでちょっと紹介します。はい、ゆうすけさん、守備のキーマンは内田だと感じた。去年は内田が終盤にならないと戻ってこなかったらめちゃめちゃ痛かったと、1年間怪我だけはしないでくれということで、マスターにおっしゃる通りだと俺は思ってて、守備のキーマンでもありますし、攻撃のキーマンでもあると思ってるのと、あと、やっぱりね、5億の男、カカ、彼がなぜ出れないのかという話で、やっぱ安倍ちゃんと、内田公平の、やっぱパフォーマンスがめっちゃいいんでしょうね。だから、カカが出れないって普通、ありえないですからね。そう、だからそれを、カカをこう、サブに追いやるぐらいにパフォーマンスを見せてるっていうのが、今の内田さんだと思うんで。で、今回ちょっと安倍ちゃんがね、結構いろいろミスとか、デュークにの対応のミスだったりとか結構あったので、もしかしたら俺、次節から、ちょっとカカ出るんかなと思ったりとかしてるんですけど、まあ、なんせ内田さんはね、かなり、カカが出たとしても多分残るんじゃないかなって思うぐらいの今パフォーマンスをしてくれてると、思います。こういう意見多いっすよね。内田去年いればな、みたいなね。はい、こんな感じで今回もコメントありがとうございました。またコメントとかね、紹介させてもらいますので、いろいろお寄せください。はい、で、今回この試合、見てきてて、やっぱね、いろんなものが見えたんじゃないかなと思うんですよね。いいとこもそうですし、悪いとこもそうだと思うんですけど、今回そちらに関して話していこうと思います。ヴォルティスのね、今シーズン初勝利に向けて、やっぱ俺もちょっと気合い入れていこうと、思います。はい、じゃあこちらがまず両チームの布陣ということで、で、まあ、ファジアーノ岡山は 4-1-2-3 という形をしてきていましたと。で、かなりね、やっぱ強力なメンバー揃ってますね、こう見るとね。まあ、去年ガンバでいい動きしてたチアゴ・アウベス、これはまあ、すごい強力なアタッカーですけど、まあ、左にいて、宮崎ケアラっていうこの右のウィングの選手は左で利きで、中へのカットインが得意で、もっと制限でもかなり活躍して、制限に来た時はね、サイドバックだったんですよね。左のサイドバックやってたんですけど、ヤンツーさんがもっと前で使い始めて、トップ下とか、あとはこの右のサイドハーフ、左のサイドハーフでやり始めて、一気にこう伸びたっていうタイプの選手なんで、みんな制限に感謝してほしいなと思いますけれども。で、そして、現役オーストラリア代表がデュークがね、センターフォートにいるということで、これ J2 のチームかよっつうね、ぐらいのメンツ実はあるんだなと思って。で、センターバックはバイスと柳ですから、柳はまあ栃木から来て、まあ、相当いい選手ですからね、センターバックとしてはね。そう、まあかなりこう、分厚いと。いうことがあって、で、守備の時には結構その、アンカーの桜井選手、ヴォルティスのね、を、デューク選手が結構背中でこう消しながらこう、みんなでハイプレスしていくみたいな感じのことをやっていて、いましたと、思います。で、対してヴォルティスは 4-1-2-3 だったと思うんですよね。まあ、開幕節と同じスタメンだったと思いますし、ただね、やっぱり、いきなり失点してしまったっていうのが、この試合の、まあ、ちょっと、まあ、良くなかったとこかなと思ってて、まあ、これ、安倍ちゃんのパスミスなんですけど、ずれてしまってね、チアゴ・アウベスにかっさらわれてしまったと。安倍ちゃんはやっぱ左利きなんで、やっぱどうしても右足でこう、ボール出さざるを得ないってなると、たまにああいうこと起こっちゃうと思うんですけど、まあ、でも、とはいえね、いただけないかなっていうかね、申し訳ないけど、まあ、ね、何岡山に世話になったからっつってパスプレゼントしてんのみたいな感じでちょっと思いましたけども。まあ、っていうのは冗談でね、そう、こういうことは、まあ、あると思いますし、まあ修正すればいいだけの話なんで。そう。で、それからまあ、あとはね、ただ、ヴォルティスめちゃくちゃ良くてですね。まあ特にビルドアップの時、そう、左サイドバックの荒井選手と右のサイドバック江藤選手。で、をうまくこう、組み込んでるなっていうのはすごく分かったんですよね。で、江藤なんかスタメン飛んだ分かるなっていうかね、すごくそれ感じて。そう、二人とも残る時で4バックのまま作る時もあったし、逆にこの江戸だけこう上げるっていう。まあ去年岸本武尊でやってたやつ。んで、洗い残して、西谷が、その分左のサイドの大外を取るみたいな形もありましたし、逆にこの、ね、桜井選手がこう降りるっていうのはあんまりなくて、まあ別にゼロじゃなかったんですけど、まあ、
降りた時は降りた時でこうそう、両方ともこう上がっていくみたいなことも結構やってたと思いましたので、なんかこの辺のこう動き方がすごくスムーズだなっていうのがあったので、そうで、パスが面白いようにもありましたよね、それでね。だからね、ツータッチぐらいでこうまあパン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 回すんで、これ結構あの開幕節の制限戦ではなかったようなシーンで、ツータッチでこう回すっていうのは結構ポイントなのかもしれないですね、ボルティスのサッカー見てると。で、結構これされるとね、岡山としては、ポジション修正をずっとしなければならないんで、結構きついんですよ。なんでね、ここら辺はすごく、こう、ポエトス監督が、修正してきたとこかなっていうのはすごく思いました。で、そんな感じで、まあ、なんとかチャンスも作りまして、結構ね、エドもかなり思い切ってこう、アタックしててね、岸本っぽいなっていうすごく思いましたし、そう、って思ってたら、まあ、全然岸本じゃねえな、みたいな、とこもちょっと見てしまって、まあ、ハンドで PK を与えてしまったと。あれはね、ダメよ、マジで。普通にこう、なんか、手をこう、なんかこんな感じでこう出しちゃってるんで、あれは絶対ダメなんですよ。なんか、絶対こう手を後ろにこう、組んでね、ブロックするときは行かないと、もうハンド取られてしまいますので、もう全くこう、あれはね、擁護できないと思いますね。あれね、ヨーロッパでやったらもうマジで監督にブチ切られるやつなんですよ。だからポエトスさんも多分ね、ブチ切れてんじゃないかなと思いますけども。でね、まあ、PK 取られちゃって、まあ、2点リードきついかなって思ったら、長谷川徹がストップということで、あれはマジで救われました。よくね、動かなかったと思いますし、ただしね、エド自体は結構まあ良くてね、すごく良くてこの試合は。あと守備とかね、エドすごく良くて、なんか去年まであんまり見なかったような守備がすごくできてたなって思ってて。もう今は結構さっき言ったように、その左右のサイドバックどちらかをこう、中に戻して、中にこう縛らせてね、偽サイドバック的な感じのことをやってるじゃないですか。そう、そういう時に結構やっぱ目的としてやってるのはやっぱ守備の時の防波堤ですよね。カウンター封じ。そう、もともと偽サイドバックは、まあ前に乗せて攻撃の時に使ってたんで、やっぱそういったイメージがあるかもしれませんけど、もともと守備の戦術なんでね。そう、だからそういった部分でね、カウンター封じにはすごくやってたし、で、エドなんですけど、エドは残ってなかったの。アライは残ってましたけど、エドは残ってなかったんですけど、上がってたんですよね。なんですけども、奪われた瞬間に、もうなんかね、他の人より一歩二歩早いみたいな感じで絞ってきて、チアゴ・アウベスも結構スピードあるのに、チアゴ・アウベスを潰しちゃうみたいなシーンもあったので、まああれ、ほんと素晴らしいなと思って、まあ、エドなんかこれからどんどん成長していくんじゃないかなと、ちょっと思って、なんかね、顔とか、顔つきもなんかちょっと変わった風な感じはしますし、ちょっとたくましいですね。はい。で、まあ、そんなことしてたら、まあ、同点に追いつけたというかね。パフォーマンスやっぱ、チームとして良かったんですよね。この試合は、ボルティスは。で、浜下選手の素晴らしいクロスから藤尾選手がズドンということでね。でも、これもやっぱ地味にね、白井選手が効いてるんですよ、これは。ニア走ってるでしょ。で、これによってバイスの背中を取ってるわけですね。で、これはバイス、本当だったらバイスが白井について、藤尾に、柳がつかなきゃいけないと思うんですけど、岡山としては。でもこれ、バイスがちょっと注意不足で、白井を背中に置いてしまったので、柳が白井にちょっと気を取られると。で、その瞬間にこう、藤尾のマークが外れるみたいなシーンがあったと思うんですよ。なんでこれ白井がすごく効いてるっていうのは、僕はちょっと言っておきたいし。そう。で、まあ前半の流れでね、この同点に追いつけたっていうのはすごくでかくて、でポエトさんはね、開幕戦かなり苦労してましたけれども、やっぱこの修正力ってすごくやっぱさすがだなというかね、もうほんと優秀なんだなっていうのはちょっと恐ろしいなってちょっと思いました。で、こっから後半に行きましたけども、まあそのギアをもう一気に上げましたよね。こう前半よりももうギア上げたみたいな感じで、ボルティスがもうずっとこうハーフコートゲームをしてました。ほんとずっと最初から。で、ここでやっぱ聞いてたのが、やっぱ僕は荒井かなと思ってて、左のサイドバック、西田が結構中に入る時があったんですけど、その時には結構大外をね、ちゃんとこうオーバーラップしてくれて、まあ本当になんていうかな、奪われないですし、なんかね、本当気が利くなというかね、そういったプレーが本当多くて、荒井選手、解説とか実況の方にも結構絶賛されてましたけど、やっぱキーマンかなと思いました。やっぱね、田向がいなくなった以上、やっぱ荒井しかああいう役割できないんだろうなっていうかね、ちょっと思いましたね。この選手を取れたのはすごくでかかったかなと。で、まあ、結構ね、後半も、チャンスね、何度も作ってましたけども、まあ、なかなかこう、際どい枠内シュートを打てないみたいな状況が続いて、なんかそのね、木山監督っぽいチームだなっていう感じはしましたけど、岡山もね。で、かなりこう、中を絞られてしまってね、なかなか、
入れないみたいな、そう、渡りとかがなかなか行きづらいみたいなね、シーンになっちゃって、で、結構割り切ったのはあったかもしれないですね。まあ、ボルティスもこれ取れないな、みたいな。うん、それはあったのかもしれないです。で、72分、ボルティス動きました。エドに帰って藤田聖也選びましたね。で、これはやっぱりその、エドより、やっぱ、藤田聖也の方がクロスがいいっていうのが多分あると思うんで、ここに入れたんじゃないかなと思います。やっぱさっき言ったように中がもうほぼないっていう状況だったんで。で、さらに78分、3枚替え。藤尾、渡井、浜下に変えて、馬券が小玉、杉森と、もう一気に投入したんですよ。そう、まあさすがにね、ここの最初が出てた3人は、やっぱあれだけこう切り替え早く、まあ守備してたら、最後までは持たないだろうなっていうのはあったかな。まあ仕方ないかなと思います。まあ本当はこのメンバーで最後まで来たらいいんでしょうけどね。ただですね、やっぱり、これでちょっと一気にこう、岡山にこう、ペースを渡してしまう形になったかなっていう、今ちょっと感じてしまって、まあね、ポエトさんとしてもちょっと悩みどころなのかなっていうか、まあまず馬券がに関しては、まあ攻撃の時に、動かなすぎて、そう、ちょっとこう、ボールを引き出せないみたいな、いつ味方がパス出していいか分かりづらいみたいなの多分にあったんじゃないかなとは。思うんですよね。そう。だから、こう、絡めなくて、ボールに。ボールタッチ数もすげえ少なかったんじゃないかなっていうか。だから、こう、あれが個性なのかもしれませんけど、馬券が馬券がで、やっぱもうちょっとボルティスに適応しなきゃいけないだろうなっていうのはすごく感じますし。そう。あと、やっぱ杉森かな。杉森もね、藤田聖也も、右サイド特にそうですけど、まあ、ポエトスさんとしてはもっとね、こう、冷静に周りを見て、まあ、逆展開するだったりとかね。落ち着いてこう、遅行するみたいなこともやってほしいと思うんですが、だからスペースこう、まあ、あんまないけど、こう、縦ばっかにこう、仕掛けるみたいなこと結構あったじゃないですか。すごいもったいなくてね。そう、結果こう、縦に急ぎすぎて、後ろがこう、上がって押し込んで、いけないみたいな、そう。で、ボルティスが前半やってたような、こう、支配するみたいな、ハーフコートゲームができなくなってしまったと。いうのがあって、まあ、切り替えで奪うこともできなくなって、で、結構真ん中にスペース生まれて、岡山にもカウンター許すみたいな状況でね。そう、だから配置を作る前にボールを失うっていうのは、結構ボルティス、そしてポエトさんとしても結構こう、やってほしくないなって思ってると思うので、ここは、またちょっとね、ポエトさんとしては修正ポイントが生まれてしまったなとはすごく思いました。以上、今回はこんな感じで、まあ、試合としてはこんな感じですね。まあ、いろんな部分見えたと、思いまして、まあ、正直ね、ポエトさんのサッカーはね、やっぱね、日本の若者には難しいと思うのよ。だから、ちょっとね、時間がかかるのかもしんないなっていうのは、あるのでね。だもうちょっとこう、時間見てあげてほしいなっていうのはすごくありますし、もうちょっと忍耐が必要かもしんないですね、サポーターとしてもね。はい、以上、今回はこんな感じで、ありがとうございました。いい動画だと思ったら広めていただいてよろしくお願いします。もうちょっとで、チャンネル登録者、1万人いきますので、頑張ります。はい、バイバイ、チョー。